3月9日放送分、坂上雄二のエンモーニング。本日はスタジオを飛び出して高級芋菓子清水大阪工房直売所にタラさんと一緒にやってきました。はい、おはようございま す、ね、今日は本当楽しく、もう美味しかったよね。もう本当にね何種類もご用意いただいて、ね、本当に、はい、工場見学もさせていただきまして、うん、もう見学前からずっとお芋の香りが、うん、こびつくぐらいの、ね、うん、はい、美味しいものをいっぱいいただきまして、うん、いろいろ食べましたけど、うん、はい、どれがお気に入りになりましたか。でも私どれもこれもだったけど、はい、やっぱりプリンが一番やっぱり印象に残ったかな。かまいたちさんも大好きという、うんうん、やっぱり定番商品の一つということですよね、うん、じゃあエリちゃんは？私はね、いただきました、うん、お芋のパイ、これが本当に美味しかったです、はいね、うん、はい、ぜひ皆さんも直売所にも行っていただきたいですが、うん、まずは3月9日の放送分、うん、ぜひ聞いてみてください、うん、はい、お楽しみに、楽しみにしててね。はい。